イラバドラーサマー2天使のポーズ2を行います。柔軟な股関節を作っていきましょう。太ももで突起を挟みます。右足を後ろに1歩引き、骨盤を右側に開いていきましょう。かかとを床につけて、前足は太ももの付け根に突起を添えて、膝とつま先の向きを揃えていきます。胸の前で合掌です。吸いながら手を天井方向、吐く息で肩の高さにふわっと押します。肘から下だけぐるっと返して手のひら下向き、目線左の指先見ていきましょう。両足をしっかり踏ん張ることで足腰も強化していきます。股関節を大きく開きながら呼吸を続けます。あと一呼吸、吸い気で手を頭上に戻し、吐きながら胸を前、両手を開放して後ろ足前に持ってきます。では反対側も行っていきます。左足を一歩後ろに引き、骨盤を左に向けていきます。右のももの付け根にはリバルの突起を添えていきましょう。膝とつま先が正面、かかとの上に膝が来ている状態です。胸の前で一緒、吸いながら手を天井方向、吐いてふわっと肩の高さに下ろします。肘から下だけぐるっと返して手のひら下向き、目線右の指先に振りましょう。肩甲骨を背骨に寄せて下の方に下げていく、首が長くなる感覚があります。ももの付け根を大きく開いて、あともう一呼吸、吸い気で手を天井方向に引き上げて、吐く息胸の前に下ろします。両手を解放したら後ろ足前に戻していきましょう。